WWS チャンネルをご覧の皆さん、トシです。いや、もう、なんというか、この映画が公開されることで、やっぱり、これを見てくださる方々に、いろんな衝撃や、またいろんな思いや、あの感情が。 出てくると思うんですけども結局僕も見てじゃあ今何が残ってるかなって言いますと次への力ななんですねなんかいろんなことあってもそれでも前へ向かって歩んでいくんだっていうそんなこう内側からみなぎってくるようなパワーをまあいた,だいたというか認識させられたというかそこには メンバーがいてお世話になった方々がいてそして何よりもファンの方々が応援してくださってるいろんな力が集結して今の僕の人生があるんだなっていうことをそんなことをこうつくづく感じさせてくれた映画ですなので僕にとっては一つのまあ次への 次の未来へ向かっての大きな力になっていることは間違いないですね。なかなかこうなんていうかな映像でこう振り返るってことがなかなかなかったもんですからまあそれ自体もいろいろ衝撃的でだったんですけどもなんか うん、やっぱり今も共にいるんだなっていう共に戦い共に音楽を奏で共にチャレンジしてる共にステージに立ってる共に生きてる、まあ、そんな感覚を新たにさせてくれたようなそんな映像でしたねいやーまあ とにかく楽しみですね、はい、今はこうステージをやれる楽しみの方がもう大きくてなんて言ったらいいんですかねそんなロンドンのウェンブリーでやるなんてまあ、さにニューヨークの「マジソノスクエアガ」でもそうですしまあ日本でツアー回ること自体もそうですけれども。 今もこうして歌えること仲間と共に音楽をこう作れることまたファンの皆さんと共に熱い空間を作れることっていうそれを世界でできることなんてもうまさに夢のような話その夢の舞台をこれからやるんだと思うと大切な時間ですねまた心に深く刻んでそれを十分に存分に楽しみたいと思います。 いつも S チャンネルをご覧い,ただいてありがとうございます WWS さんにはもう本当に都市としてもエクセパンとしても応援して頂い,いてあのもうどこにも出てないような情報をいち早く皆さんに届けてくださっている WWS でございます、えーまあこれからもきっといろいろ追っかけられちゃうと思うんですけどもこれからも仲良くやっていきましょうということで WWS に期待してください。